クリスティアン・マリは、オランダ生まれのドイツの画家である。家畜のいる、風景画で知られる。オランダのユトレヒトに近いダースガズンで10人兄弟の、バッシに生まれた。兄に、風景画家になった、ヤン・マリがいる。姉のハインディーケ・マリ・ジェルトリュード・マリは、内面編の風景画家、ペーテルスと結婚した。父親はマリが生まれた翌年亡くなり、母親は子供たちを連れて、 母親の出身地のドイツのビュルテンベルクに移った。マリは1858年までシュトゥットガルトで版画職人として働いた後、兄のヤンマリが画家として働いていたミュンヘンに移り、画家としての修行を始めた。ミュンヘンでは1860年に同じように家畜のいる風景画を描くことになるアントン・ブライトと知り合った。イタリアを旅し、ベローナの都市の景観やベネツィアの風景、 ドイツのマウルブロン修道院を描いた作品がある。1865年にデュッセルドルフ、パリを訪れ、パリではバルビゾン派の画家、コンスタント・ロワイオンの影響を受けて、羊などの家畜のいる風景を描くようになり、動物画家として評価されるようになった。バイエルンの摂政ルイトポルト・フォン・バイエルンやビュルテンベルク王国の国王から勲章を授けられ1889年に、 教授職の称号を与えられた。1902年にバーデンビュルテンベルク州の町、バイルハイム・アンデア・テックの名誉市民、1905年にビーベラ派の名誉市民となった。アントン・ブライトの出身地のビーベラ派に、ブライトとマリの名前を冠した美術館が創設された。ありがとうございます。